新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 こんにちは、ヒルトルフィリップ太郎です。いつも私の YouTube ご覧いただきありがとうございます、えー。さてですね、2022年になりましたね。はい。今日は1月1日に、えー、この動画を撮っております。ね昨年2022年中はね、あの、2021 <laughs> 年中はね、あの、大変お世話になりました。たくさんのね、私の動画をご覧いただきで誠にありがとうございます。今年もね、えー、たくさんの去年以上にですね、もっとお,、ね、お役に立てる動画をね、たくさん出していきたいと思ってますので、えー、今後もね、あの、楽しみにしておいてください。ぜひチャンネル登録もね、よろしくお願いします。 お願いいたします。という形でね、今日はちょっとね、あの僕もあの、ちょ、この後実家に帰ってですね、あの、少し初詣とか行ってきたいので、あの、少し簡単にね、この短めの動画をちょっとね、撮りたいなというふうに思います。 でね、まぁ、あ、2022年がね、今日から始まったわけなんですけれども、えー、今日はですね、少しね、ちょっとね、あの、今年に限らずなんですけれども、ちょっと長期的なマインドセットということでですね、えー、今年一年、そしてまあ来年以降もですね、あなたがビジネスを続けていく上でですね、非常に大切なマインドセットのお話をしたいな、というふうに思います。ね、ちょっと今、ビジネスを続けるって言いましたけれども、そのやっぱりその続けるってことが、すごく難しいと思うんですよ。ね、多くの人は、まぁ、あ、何も続かないっす。 ね、何も続かないとか言ったら失礼かもしれませんけれども、そのもほとんどの世の中のほとんどの人は何も大して始められないし、始めたとしてもね、まっ、あ、すぐ3日坊主になってしまってですね、あの何も続けることができないわけです、ね。で、本当に続けるっていうことがめちゃくちゃ難しいので、ね、あの、ある意味続けてればもうね、勝ちですよみたいなお話なわけですよ。ね、まあ、この業界にしてもどの業界でも、まあ、結局ね、まあ、他の会社がなんか勝手に いなくなくったたりりねあの不祥事起こしたりするのかわか,かんないですけどもとやる気がなくななくってしまうのかねなんろいろトラブルがあるのかわからないですけれども結構他の会社はね残念ながらいなくなってしまう会社とかもありますので、ね、そのやっぱりずっとね同じことを続けるってことは僕もずっとやっていてまあもちろんね難しいなとは思いますけれども、まあ、本当に続けた人が最強なんですよとね一発屋でドカンと注目をねなんか自分の実力以上の注目をねあのね受けてしまったし 人ってそのやっぱ自分の実力で、ね、あの上に行ったわけではないので、まあ、その後飽きられるのも早いみたいな話に、えー、なってしまいがちなんですけれどもやっぱそういったねなんか今すげえんか流行ってるうまくいってるみたいな、ね、トレンドとかに目を奪われるのじゃなくてですね、まあ、地味でもまあ大切なことを、ね、自分にとって自分のお客様にとって自分のビジネスあの自分がやりたいことにとって、えー、大切なことは何なのかなっていうことを考えてですねぜひね長期的に、ね、ビジネスを、えー、続けてほしいなというふうに 思います。で、まぁ、あ、ちょっとここからが本題なんですけれども、今の話も大切,大切なんですけれども、まあ、今日メインでお伝えしたいのはですね、まあ、他人の成功を喜べる人間になりましょうと。他者さんがうまくいってるのをね、あの、喜べる人間になりましょうというね、考え方でございますで。なぜこういう話をしようと思ったかっていうと、そのやっぱりね、あの、こういった例えば僕であればウェブ集客のやり方を教えています。まこれでこの,、ね、の YouTube 聞いていただいている方も、何かしらね、そういったウェブ上の集客、販売にね、まそのジャンル ととかか多少ったとしたってもまあこういったウェブ集客の業界も、まあ、やっぱすごくねあのまあライバルって言葉は僕は今日使いたくないんですけれども、まあ、すごくたくさんのねあの方が参加されてねいろんなね会社さんとか個人の方でもですねすごく素晴らしいコンテンツを出されていてですねまあうまくいっていらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですよでまあそれは別にねすごくいいことなわけじゃないですかねあのたくさん新規のねあの人があの参入してくる ってことは、まあ、それだけね、あの、需要もあるわけですし、その業界が盛り上がるわけですので、すごくね、あの、新しい人が入っているっていうことはですね、すごく、なんていうのかな、あの、業界が健全である証拠だと思いますし、まあ、こういったね、オンラインマーケティングのやり方を教えるとか、ネット上で何か販売するとかですね、えー、そういったね、あの、ジャンルがやっぱ今、すごくね、今でもこれからもやっぱ成長する分野ですので、えー、そういったね、業界、ジャンルに関わるっていうのは、すごくね、お金になりやすいですよと、ね、 ビジネスを拡大させさせれやすすいですよっていうねあの証拠ですのですごくいいことなわけですよ。でそのやっぱりソーシャルメディアとか見てるとねまあなんか今若い子がねなんかインスタをねあの見てみると鬱になるみたいな形のなんか研究結果が出てるみたいな話も聞いたことありますけれども、まあ、ソーシャルメディアってね今そのねあの日々ね僕らスマホを見てですねあのネット上毎日ねネットを見て暮らしてるわけじゃないですか。でそれはねすごく楽しい世界でもあるんだけれども、まあ、その表裏 Peace. そのなんかネットに依存してしまって常になんかね反応が気になってしまってそれで一喜一憂してしまったりとかなかなかねネットに依存してしまったりっていう形でまあそういった負の一面もあるわけですよ。で例えばねネットを見るとね例えばこ私はこれだけ稼ぎました今年うまくいきましたみたいなねあの投稿をねされてる方も多いじゃないですかね本当に素晴らしいと思うんですけれどもでもしかしたら人によってはですねなんかすごく自分と他人を比較してしまって ですね、あなんか自分はダメな人間なんだ自分はうまくいってあのうまくいってないんだみたいな形ですごくなんか、ね、他人の成功を喜べないそしてすごくプレッシャーを感じてしまってですねあのなんかモチベーションが下がってしまうみたいなねあのことが、ね、あの経験がある方も多いんじゃないかなというふうに、えー、思います。でその僕が今日言いたいのは、まあ、その簡単に言えばまあそ,の、ね、そんなこと気にすんなとで、まあ、他人の、ね、成功はね素直に喜びましょうねとでその自分の刺激にしていきましょう ねっていう風な、えー、お話なわけですよ。 ね、まあ、僕も人間ですので、ね、あの、すげえうまくいってるみたいな話を聞いて、そうね、あの、もちろん、あ、すごいなと思う。反面ですね、あの、ちょっと悔しいな、俺ももっと、や,あのやりたいな、みたいなね。あ,あの、そういった感情が起こるのもね、別に私もね、そういった普通の人間ですので、起こるわけなんですけれども、やっぱそこで、なんか落ち込んでしまうとか、そういったネガティブな方向に行ってしまうのは、すごくもったいないことだなっていうね、あの、思います。でその私も結構、ネはポジティブな方なんで、そのね、 やっぱ、やっぱ、うまくいってるみたいな話を聞くと、いや、じゃあ、俺も頑張ろうみたいな形でね、すごく刺激になったりするわけなんですよ。まあ、っていう形でね、その3人がうまくいってるって話を聞いたらですね、まあ、それはね、あの、もちろんね、別になんか、あの、悔しいなと思ってもいいんですけども、やっぱ、それを、ね、やっぱ、ポジティブなエネルギーに変換してですね、そのなんか、やっぱりね、あの、なんか、ネガティブなエネルギーに変換しちゃうと、まあ、僕もたまにね、あの、なんか嫌がらせのコメントとか来たりしますけども、やっぱ、そうやって嫉妬から来るわけじゃないですか。 ね、まあだからそういったね、あの嫉妬されるような結果を手に入れてるわけなので、むしろそういったね、嫌がらせが来るっていうのはまあ嬉しいみたいな話では、えー、あるんですけれども、まあこれ聞いてるあなたはね、そういったことをしないでほしいなというふうに思いますね。他人のやっぱそうね、うまくいってるっていう結果を聞いて、じゃあ俺も頑張ろうぞという形ですごくね、ポジティブな刺激を受けてほしいわけですよ。ね。 っていうのがね、僕の伝えたいことのまず一つなんですけれどもまあとはいえですねいや私はなかなかねあのー、ねどうしてもなんか他人がうまくいってるのをね聞くとなんか落ち込んでしまいますとかですねちょっとねあのパニックになりますかとかね知らないですけれどもそのなんかネガティブにね捉えてしまうって方もいらっしゃると思うんですよ。 ね、でそんな方に僕が言いたいのはそのなんかねじゃあ他かの、ね、会社さんとかね他の人たちもそののななんていうのかな別に自分のライバルなんかそのお客様のパイをねなんか限られたパイを取り合うねあのー、なんか敵ライバルっていう話じゃなくてその一緒にねその市場をその拡大させていって。 でね競争原理を使ってですね、えー、より市場を成熟させていく、より良い業界にしていくっていうね考え方が僕はね一番大切なのかなっていう風うに、えー、思っております。で僕はなぜそう思うかっていうと、まあ、僕もね長年ビジネスをやっていて、まあ、この数年は特にね本当に僕のビジネスもね大きく成長してたくさんのお客様とねあの接点を持つことがねあのできたので、まあ最近特に思うことなんですけれども、やっぱり人ってねあのいろんな会社の商品買 買うものなんですよ。その業界の中のいろんな会社のね、そのやっぱりね、あの商品を、いろんな別々の会社の商品を買うものなわけです。ね、むしろそれがいいお客様なわけじゃないですか。 それこそ、そのね、僕の会社の商品を買った方が、まあ、他のね、いろんな会社の商品も買ったりすると思いますし、まあ、逆に、ね、そのなんか別のね、会社の商品を買った方がですね、その中で僕の商品も買っていただいたっていう形でですね、あなたもね、まあ、僕のね、YouTube 見てる方は僕の商品を買っていただいた。 こととがある方も多いいは思いますけれども、まあ他の会社の商品も買うわけじゃないですか。ね、そんなね、僕もなんか、他の会社の商品は買うな、俺だけの商品を買うみたいなことは別に言いたくないですし、なんか心が狭い感じがしますよね。ね別に僕自身も、そうね、一お客さんとして、ね、アメリカのね、まあ、有名なせ先生に学んでますけれども、そのなんか、先生一人以外のなんかね、あの商品は買いませんみたいなことをしてるかっていうと、全くそんなことがなくて、めちゃくちゃいろんなね、あの会社の商品とか 買ってまあなので僕はねその業界的にも結構ねあのいいお客さんだと思うんですけれどもまあそういったいいお客さんっていうのはまあ本当にいろんな会社にお金を払うものなのでねあのそこは別にねなんかお客様を取られたとかですねなんかあいつがうまくいってるから俺のビジネスがうまくいかないんだみたいなそういった変な競争意識をねあの持ってしまうとやっぱすごくなんかねあの自分の心が汚れていくというかですねそなんかネガティブなエネルギーに満ちてしまいます のでまあ、そういった考え方じゃなくて、ね、そのやっぱり他の会社がうまくいってるって話を聞けば、ね、そのじゃあちょっと自分ももっと頑張ろうこういうことができるかなってそういった刺激にしてほしいわけですよ。まあ、僕なんかはね,やっぱそのねありがたいことにヒルトルさんコンテンツの質がめっちゃいいですとかですね,ねサポートがめっちゃすごいですとかねお褒めを、ね、言葉をいただけるんですけれども、まあ、そういったねあの僕のねあのやってることを見て他の会社さんも「いやヒルトルなんかすごいことやってるなと」と、ね「じゃあ俺も負けてらんねえな」っていう形で でですね、やっぱ刺激を与えられてるのかなというふうに思いますし、まあ、僕なんかもねすごくねあの僕のカレンズさんもねすごくうまくいってる方もいらっしゃいますのでやっぱそういう、ね、方にも刺激を受けてですねじゃあ僕もさらにねあの進化していこうっていう形でですね2022年もですねちょっとね今あの昨年からいろいろ裏側でねいろんな仕組みを作ってるんですけれども、まあ、それをどんどんねあの公開して実践していくのがねあの今年なのかなっていうふうに、えー、思っておりますので、まあ、自分と同じようなことをやってるね 他の会社をそのなんか変にライバルとか敵対意識を過剰に持つんじゃなくて、より良いね、競争相手として、お互い切磋琢磨しながら、その業界自体の質を上げていきましょうよと、そういった考え方を持てるとですね、すごく何て言うのかな、変に不安になったりすることなく、自分がやるべきことにね、集中して、変なトレンドとか、変なアドバイスとかにね、紛れ、惑わされることなくね、行動し続けられるのかなというふうに思います。 こういったねオンラインビジネス業界ってまあそのね特に玉石混合じゃないですけれどもそのやっぱり質が悪いコンテンツとかもねまあわかんないですけれどもそのまあちょっとねお客さんとかの話を聞くとまあなんかこんな売り方をしてる会社がありますよみたいなねなんかすげえしょぼいコンテンツで何十万も取ってみたいな PDF だけで何十万も取ってサポートもなくてとかですね、まあ、そういった話をまあちょっとたまに聞いたりはしますのでなんかそのやっぱりねあのなんか僕みたいな人間が、まあ、できるだけね質が良いコンテンツを無料とか安い価格で 販売することによってあなんかすごくちゃんとやってる人もいるんだなみたいなねそういった地名あのねこの業界自体のそうなんかイメージがね良くなることに少しでもね貢献できればなっていうふうに思ってますし、まあ、それに刺激を受けてですねこの業界自体がさらにねなんか健全になってクリーンになってねより多くの方がですね、えー、ネット上で商売をすることっていうのはすごくねあの当たり前だしネット上で自分のそれこそ知識とかを販売するのも、まあ、すごくかっこいいよねもうね普通だよねじゃないですけども俺もやりたい なみたいな形でですね、まあ、よりね世間にね認知されていけばねいいなというふうに思ってますので。 まあ、お互いね、ちょっと刺激を受けながらですね、えー、切磋琢磨していって、この業界を盛り上げていきましょうというところでございます。まあ、ほんにね、さっき言ったように、そのお客さんって、もうそうね、人っていろんな会社の商品を買うものですから、ね、ハマると、この会社だけじゃなくてね、これも買って、あれも買ってみたいな形で、なんか限られたパイを本当に独占するっていう形じゃなくて、まあ、そのパイをみんなで分け合うと。で、そのパイをさらに大きくしていくっていうことがね、非常に大切な考え方ですので、 ぜひその考え方を頭に入れてですね、今年2022年もですね、コツコツ行動していきながらですね、頑張っていきましょうというのが今日のお話でございます。 で、この2022年も、やっぱこういったね、動画っていうのはですね、今、ショートムービーも流行ってますけれども、まあこういった YouTube のね、少し長い長尺の動画であったりですね、その動画自体が、まあさらにね、もっとね、身近になっていって、多くのね、人にメッセージを届けるための非常に大切な手段になりますので、まあ、もしあなたが動画というものにね、まだチャレンジしたことがなければ、ぜ、ま、ひ、あ、ね、どの媒体でもいいので、えー、動画をね、ネット上にアップしてみるってことにですね、ぜひチャレンジしてほしいなというふうに思います。あとの私の書籍、ソーシャルメディア、 動画ブランディングっていう本もですね、えー、動画を使ったマーケティング、ファンを集めるための、ね、方法について解説をしていますので、えー、ぜひね、ちょっとまだ読んだことがない人はね、すぐにご注文いただいて、送料だけでプレゼントしていますので、えー、ご注文いただいてですね、ぜひこの1月に読んで、ここに書いてある内容を実践して、ね、ぜひ動画を使ってファンを集めてですね、あなたのビジネスの売り上げを上げてほしいなというふうに思います。この書籍のお申し方法はね、以下のリンクにも貼っておきますので、読んだことがない方はぜひね、読んでみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。 ぜひチャンネル登録といいねの高評価もお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにまたね今年もよろしくお願いします